との会話やコミュニケーションも大切に、ピアノレッスンも楽しく、毎日自己研鑽に励んでおります。糸を紡ぐ人たち、フラット一つで、へっちょちょ、ミュージックスタート。柔らかくイメージして弾きましょう。まずは手首を柔らかく、食パンスライム、粘土をイメージしてください。柔らかく肩や手首の力を抜いてリラックスしましょう。たまに子どもたちの集中力が低下するときは、一緒に屈伸運動を始め、お腹にへのへのもへじ、ドラえもんのひげをつけたり、子どもたちの集中力を維持しております。おひげをつけたらドラえもん、へのへのもへじなどと遊びながら学ぶこともこの時期は大切になってきます。湿度も上がり、子どもたちも集中力が低下します。少しずつリラックスして自分のペースで音楽と向き合ってください。それではまた後ほど。